祝ブルーノート1500シリーズ完全解説本出版記念そもそもブルーノートの1500番台って何実はジャズの入り口としても最適な作品群の歴史的な背景を解説します。 さあとということで音楽関連のニュースを最近いろいろと見てましたら非常に有名な音楽ジャーナリストである、えー、小川隆夫さんが新調を出されるというニュースが目に入ってきまして。 小川隆夫さんという方本業はね実はお医者さんなんですけれどもジャズの名門レーベルであるブルーノートというレコード会社からリリースされた全作品をオリジナルプレスでオリジナル版レコードのオリジナルプレスでコンプリートしたというとんでもないレコードコレクターの方です。そして と同時に数々のジャズジャイアントたちにインタビューしてきたジャズジャーナリストでもあるそして音楽プロデューサーとしても活躍されてきたたくさんの顔を持つ方なんですがそんな小川隆夫さんが今度出される本出版される本どんなタイトルかというと「決定版ブルーノート1500シリーズ完全解説」という本ですねでこれね音楽ファンの方なら ジャズのの愛好家の方々がですよやれブルーノートの1500番台だとかあるいはプレスティッチの7000番台だなんていうちょっとね2通、えー、ぶったと言ったらちょっと言葉が悪いかもしれないですけれどもそんな暗号みたいな言葉を口にするのを聞いたことがあるという人もいるかもしれませんこれ何かっていうとなんてことはないあのレコードのカタログ番号のことなんですよつまりブルーノートの1500番台っていうふうに言えばブルーノートのに言えば ノートっていうレーベルからレコード会社からリリースされたその商品番号1501番から1600までの約100作品のことを指しますあるいはプレスティッチの7000番台なんていう風に言うとプレスティッチというレコード会社からリリースされた商品番号7001番からのことを指すというそんな具合ですねでこのちょっとね音楽作品をねそのアルバム名とかアーティスト名とかあるいは曲名ではなくてレコードのその商品番号を 型番でね分類するっていうのがいかにもっっぽくてかっこいいですよねなんかいかにも自分はコレクターだぞっていう感じでこうなんかうっとりしちゃう響きがありますけれどもこの小川隆夫さんという方はご自身でブルーノートのレコードを全作品コレクションコンプリートし した人なんですよでブルーノートの作品っていうのは有名なのはその1,500番台と4,000番台の諸作品なんですけれどもあのまあなんせ全作品ですからそれ以外にもたくさん作品の数があって戦前の SP 版時代のものもあるし LP 時代になってからもね7,000番台とか5,000番台とかまあなんせ世界で最も有名なジャズレーベルですからとんでもない数の作品が過去にリリースされているわけですね。で そんな数あるブルーノートからリリースされた作品群の中でも特に1,500番台の100枚約100枚っていうのはある種神聖な響きを持ってジャズファンの間でも受け止められている側面があります。頑固で偏屈ななジャズフファンがが言いそうなセリフ、no. まあ、ブルーノートの1500番台以外はジャズとは認めんっていうセリフですねまあ実際に僕はこんなことを言う人と会ったことはないですけれどもでもそのくらいジャズの音楽家にとって特別な意味を持つ作品群なんですね今回の小川隆夫さんの著書もそんなブルーノートのカタログ番号1500番台の約100枚のレコードを完全解説した本になっているということでちなみに約100枚「約とついているのは実は欠番が1枚ありまして まあ正確に言うと2枚結番があるんですけれども当時何らかの理由でお蔵入りのままリリースされなかった作品があるもんで実際は1500番台っていうのは100枚ではなくて98枚しかリリースされていませんでした。で後に、えー、そのの2枚の 結番のうちの1作品は発掘されて日の目を見たんですがもう1枚の方はいまだにテープが見つかっていない制作されたのかどうかもう分かってないのかなということで現状99作品あります、えー、なぜジャズの愛好家たちがこうまでしてブルーノートの1,500番台にこだわるのかという話ですけれどもこれはねもう一重にその 90まあ約99作品ですかあ名盤が多いからなんです名盤揃いなんですよというかですね1955年から58年の間にリリースされたこのブルーノートの1500番台の99作品はまあはっきり言って全部名盤と言って でもいいんじゃないかというくらいハズレなしのクオリティなんですね様々なミュージシャンが様々な楽曲をプレイした99枚ものアルバムになぜハズレがないのかっていうとその理由 以前この音楽コラムでもブルーノートというレコード会社の歴史をたっぷり解説したことがありますのでえぜひ YouTube なんかでも見ていただきたいんですがこのハズレが少ないというハズレがないっていう理由の一つとしてはですねブルーノートというレコード会社が非常に小さいインディーレーベルだったということがまず一つあります小さな家族経営みたいな会社だったからこそアルフレッド ライオンといいう社長の神秘眼が隅々までで行き渡っっててたわけですねこれって例えば同じことがモータンレコードなんかにも言えるんですけれどもやっぱりレコード会社が大手の巨大なあのレコード会社になってしまうとこのたくさん関わるスタッフが出てきますのでレーベルとしての意思決定に関与するスタッフの数が 増えますのでやっぱりねどちらかってくることっていうのが多くなってくるんですよそれに対してワンマン社長の小さいレーベルの場合は社長の感性が作品の隅々まで全作品の隅々まで行き渡るもんですから作品による当たり外れが非常に小さいということになるんですねで特にブルーノートの場合はその社長のアルフレッドライオンという人がアーティストの発掘からプロデュースまで全て社長が自らやってますからその強みが最終的にレコードの品質として 出てくるわけでですねでブルーノートといえばですねなんといってもそのサウンドですすさまじくエネルギッシュで生々しいサウンドっていうのがあの一つあの代名詞的なあのブルーノートの特徴なんですけれどもそれとですね 思わず部屋に飾りたくなるようなジャケットデザインですそしてそのジャケットデザインに用いられたミュージシャンのポートレート写真これがですねブルーノートの作品を非常に特徴づけているんですが、えー、ブルーノートがこの時期に1955年から58年の間に生み出した1500番台の作品群っていうのは音の面からいってもアートワークの面からいってもいわばその後のですねジャズの世界のテンプレとなったくらいそのくらいジャズの のの文化を象徴すするるプロダクトとしてて今の時代にも受け継がれているんですねジャズといえばやっぱりあの何といってもブルーノートの1500番台だよねっていう会話が自然に成立しちゃうくらいプロダクトとしてジャズのエッセンスが凝縮されているわけですそんな象徴的なプロダクトを生み出したスタッフたちスタッフというのはつまり ここで言うというところのレコーディングエンジニア、まあ、音を録音したりミックスしたりする人そしてフォトグラファー写真を撮る人ミュージシャンの写真を撮る人それとアルバムジャケットをデザインするデザイナーそれぞれの担当者が初めて一同に会して作品を生み出し始めたのがこの千五百0番台の作品群なんですねブルーノートっていうのはもともとアルフレッドライオンというプロデューサー兼社長がたった一人で始めたレコード会社なんですけどそこに、えー このアルフレッド・ライオンのドイツ時代の大親友のフォトグラファーが加わりそして当時はまだ歯科技師として働いていたレコーディングエンジニア伝説的なレコーディングエンジニアに後になるルディ・ヴァンゲルダーという人が加わりそして同じく当時はまだまるっきり駆け出しの新人デザイナーだったリード・マイルスという人が加わりというふうにまさにロールプレイングゲームのようにですねあるいは漫画「ワンピースのようにそれぞれに違う能力を持った仲間たちがちょっとずつ このブルーノーーノトといいうチームに加わっていってたんですねそうやって4人がチームとして集って初めて一緒に作品を作り始めたのが1500番台の作品群ということでやっぱり作品の作り手側の初期衝動みたいなものが詰まっていると言えるわけです。そしてミュージシャンの方も この時代まだまだ無名の若手ばかりが起用されていました社長のアルフレッド・ライオンが自ら夜な夜なジャズクラブに足を運んでスカウトしてきた新進気鋭の無名の若手ミュージシャンがほとんどを占めてます当時ね時代が、まあ、いわゆるスイングジャズというこの上流階級の方々がこう踊るための音楽みたいなものだったスイングジャズからこのアドリブ即興演奏を競い合うようなビバップという形式にスタイルに変わっていく時期 さらにそのビバップがハードバップというスタイルにこう移りゆく最中だったので。 やっぱり特に若手のミュージシャンたちがそういう新しいジャズの,この世界を作っていくんだという気概に満ち満ちていた時代のこの貴重な瞬間を抑えたドキュメンタリーにもなっているというそんな側面もあるんですねつまり、えー、音楽の内容的にもあるいはその外側を彩るアートワークや写真を含めたプロダクトとしても関わる人全ての新鮮な初期衝動にこの支えられて生み出されたのがブルーノー 1500台の作品群なわけですつまりレコード産業の歴史を振り返ってみても本当にね奇跡のようなあ99作品なんですね。だからこそ70年近く経った今もジャズファンの心を掴んで離さないわけです。で実はブルーノートに関してはまあ本当に有名なレコード会社伝説的なレコード会社ですので過去にも1500番台とそれともう一つ有名なシリーズで4000番台というのがありましてこの1500番台と4000番台の バ5 0 0番台のレコード作品に関しては全作品の解説本というのが何冊も世に出てるんです。出てるんですが、今回また改めてその道の第一人者である小川隆夫さんが1500番台に限って全作品を解説、徹底解説するという本が出るということでですね、3月25日発売なのかな、どんな内容になっているのかというのが今から非常に楽しみなところですね。気になった方はぜひともチェックしてみてください。多分その本を読みながら えー、その名盤の数々を聞くとまたちょっと違った味わい方もできるんじゃないかなというふうに思います。さあというわけで今日は「ブルーノート1500番台」のアルバムから1曲かけたいと思いますが99枚のアルバムの中からさらにその中から1曲だけ選ぶっていうのがねどれも名盤名演揃いですから土台無理な話なんですけど。 えー、僕が選んだのは当時のジャズシーンの熱気がよく伝わるライブ版からの1曲ですアートブレイキーのクインテットの、えー「バードランドの夜」という、まあ、これも大名版ですがライブ版の、えー、2作品ボリューム1とボリューム2あるんですけれどもボリューム2の方ですねこれカタログ番号で言うと1522番になるんですがその中から1曲聴いていただきますアートブレキイキーのクインテットの歴史的な名演ですククイック お送りししたたのののはアーートブブレイイイキの歴史的な名版でです、えー、バドドラランドの夜とといいううからククッ曲でした、えー、実はこのライブ版もね1500番台でリリースされる前に5000番台という10インチの LP でリリースされたものが確か編集されて1500番台にまとめられたみたいな形だったと記憶してますだからレコードオリジナル版で買おうと思うと10インチの方も欲しくなるっていうそういうねコレ,クコレクターの底なし沼が始まるというそんな一枚でもあります。 過去の音楽コラム番組公式 YouTube。<music>